驚けなくなってくるんですよね。それもまさにさっきの記憶の問題で、ああこれはあれだわとかですね、あこれはつまりこう緊張感、デジャブというかですね、既視感緊張感がどうしたって生じてしまう。それは、しょうがないんですね。まあ、この即興の解体の中の前半の中でもですね、結局理想のインプロバイザーになるためには記憶喪失者になるしかないみたいな、じゃあどうすればいいんだよっていうことがまあ書いてあるんですけれども、そういったことは受け入れなければならないと。つまり記憶喪失者 に自ら進んでなるってことはやっぱできないですから、それはもう無理なわけですけれども、それでも、どこかでですね、その驚き続けることということを僕は多分自分の中では、ある意味では非常にこう素朴に問題にし続けているんだと思います。それが、この本の形をとって、おそらく今後も、演奏とか音楽という言葉は取れてしまっているかもしれないですけれども、即興ということを、は多分言ってみればこう生涯のテーマみたいなものとして多分今後もあり続けるんだろうなというふうに、まあ、思ってるわけです。なので、まあ、一番最初の話ですが、この、即興音楽学会にですね、招いていただいて、即興演奏の具体的な、何ですかね、こう可能性というか、に関してこの本で書いたこと以上の考えが今後生じる可能性はあるけれども、今の時点では僕はほとんどもう持ち合わせていなくてですね、むしろ即興について考えようとすると今お話ししたような、もっとなんかこうある意味では暴漠としたですね、人生論のような話になってしまうということがあって、それは多分もともとそういったことが自分の中で問題だったからなのかもしれないという思いがあるんですね。なので、ここに、来てお話をするということに、躊躇があったわけです。けれどもせっかく読んでいただけたので、まあ神戸に来たのも本当に数年ぶりでしたけれども、来てですね、まず自分が即興という、漢字二文字あるいはインプロビゼーションというもの言葉に対して一体何を問題にしているのかということだけでもまあお話ししようかなというふうに思いまして、今日ここに参りました。ということで。